皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日はこういった具合になっておりまして、壮大な実験が始まろうとしております。前回の動画皆さんご覧いただきましたでしょうか。コーヒーのドリッパー6種類比較ではないんですよ。コーヒーのメジャースプーンについてということで動画を作っておりまして、コーヒーのメジャースプーンって大きさ各社違うじゃないですか。でこれってコーヒーのスプーン1杯分でとか2杯分でとかいう話をするにあたってものすごく困るんですよね。でどのぐらいの大きさなのかもう統一してくれよっていう感じもなんとなくあるんですけど、皆さんどうですかね。そこら辺はご自宅にいろんなものがあるっていう方もいらっしゃると思いますし、もしかしたら多くの方がこのカリタ式の、おそらく日本で一番流通してるであろうこのメジャースプーン、これ持ってる方っていらっしゃると思うんですよね。これはなんでこんなに大きさが違うのか、これを紐解いていくと非常に話が長くなりましてですね、今日の動画は以前挙げたそれぞれのスプーン、このメジャースプーンが何グラム測れる道具なのかという道具の続編ということで、実際に各社の純正スプーンを使って純正の器具で抽出した時に全く同じコーヒー豆からどんな違いが出るのか、これをこの動画で検証したいと思います。実は端的に申しますと、このスプーンの大きさっていうのはそれぞれのメーカー、それぞれのブランドがどういうコーヒーを良しとするか、このコンセプト、哲学の表れなんですよね。これはね、コーヒーの多様性を語る上で本当に面白い、切り口になると思うんですよ。でこのスプーン編の、今回後半動画ということになりますので、前半動画まだご覧いただいてない方はぜひ概要欄の方からチェックもお願いいたします。そして今後いろいろとこういった比較動画、検証動画出ていくと思いますから、もしまだお済みでない方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さあそれでは今日も行ってみましょう。それでは2杯分の抽出ということで全部共通でいきたいと思います。それぞれできる限りの純正ペーパーを入れております。純正クリスタルに関しては純正ペーパーがちょっとレアすぎて、近くで手に入らないんで今なかったので、純正ペーパーっぽいやつを入れてますね。これでちょっと今日はご勘弁ください。さあそれではそれぞれのスプーンで今日は浅入りと深入りを1さじずつということで計量していきたいと思います、ね、これはどういう意味かと言いますと、浅入りと深入りと器具によってはまり方が違うと、器具の特徴とのはまり方が違うんで、深入りだけでやってしまうと深入りに有利な道具とかね、浅入りに有利な道具とか出てきてしまうともったいないので、まんべんなく幅広い味の、世界観を楽しめるように浅入りと深入りを5対5でブレンドで、ブレンドする時も量り使えません、すり切りでスプーンで測るとね。これで共通で全てを測っていって監督に引いてもらいたいなと思います、ね、じゃあちょっとあと上原さん来てもらって測ってもらっていいですか、これエチオピアですか。おお、さすがやっぱり当たってるんや。元史上最年少級グレーダーは豆の顔で分かっちゃう、もう当然ですよね。エチオピアの浅入りとこれはラオスの深入りですね、はい、いや、そうこうしてるうちに測りましたけど、これ全然量が違う。これが標準の2杯ですね。まあ、ここら辺から結構大きく見えるな、円錐だとね、トラメは上になりがちだけど、ここら辺からやばいよね。タリオとか見た目抽出に影響するそうですね、そこまで高いと泡が。いやーすげえなー。それにしてもメリタのこの潔さは本当すごい。そう思うよね。思いますよね。言ったら、気候とちゃんと合わせてるのが伝わってきますよね。そうだよ、そうだよ。だからこれはやっぱりコーヒーの理屈を理解してると、このスプーンを見ただけでニヤついてしまうとあるよね。そうだよね。
正しいよねこれは。さあそれではメリタちゃんからいきますよ。メリタちゃんは一撃なので、まあ、最初にガス抜きだけはしてあげましょう。そしてカリタの方も同時に入りますよ。さあ6個同時ドリップが始まりました。全然機材が違うっていう、ね、こういう経験ないんじゃないですか。サイトさん6個全部違う機材ね、ないかもしれない。うー、さあメリタ一撃で仕留める。どうだ。はい、2杯分入りました。 OK。 そしてカリタちゃん、うん、スピードに関して言うとそれぞれのメーカーのまあ推奨のスピードっていうのはそれぞれあると思うんですが、今日はまあ基本的に押しなべて中間的な速さでね、はい、では完成です。それでは出来上がりました。全ての道具、まあこれ厳密にスピードをコントロールするってなると6つ違う機材っていうのはめちゃめちゃ難しいので、今日はそういった厳密性というよりはこのドリッパーの形状に対してこの粉の量、このバランスがどう作用しているかということで飲み比べに入りたいと思います。さあこの飲み比べなんですが、私の方はとりあえず順番に端から試飲していきたいと思うんですけれども、なんと今日この会場にスペシャルゲスト審査員ということで元最年少級グレーダーということでですね、大阪和光コーヒーの荻原さんがよろしくお願いします。来てくださってるんですよ。肩書きが弱い、自分でも肩書きが弱い。しかも元最年少っていうのがね、怖い。全て出来上がりまして、今こうやって見てみるとまあこんな感じですね。色の濃さがね、まずこの濃度の問題っていうのは使ってる粉の量、豆の量が違いますからもちろん出てくると思うんですよね。でスピードに関しては基本的にメリタっていうのは注ぎ切りなのでこちらで操作することはない。でカリタからこちら側のドリッパに関しては、まあ、早すぎず遅すぎずという中間的なスピードを意識してやりましたが、もちろんもっともっと早くしてもいいと思うんですよ。だここら辺に関してのスピードはちょっと厳密にはできていないんです。だそこら辺のことを加味しますと、まあ、これを飲んでどこのブランドが一番うまいまずいみたいな議論はちょっと不毛かなと。だからその上でそれぞれのメーカーがこのメジャースプーンにどんな気持ちを込めているのかと、何も語らないこのスプーンたちが一体どういうコーヒーの哲学を持っているのかというところでシーンに入りたいと思います。さあそれでは行ってみましょう。飲み比べ。端と端でこんなに濃度が違うと、うん、フラワーが最も粉量が多いスプーンなんですよね。じゃあメリタからいってみましょう。すっきりすっきりこっくりって感じですか。これに関して言うと薄いっていうのとちょっと違うんですよ。だこのドリッパーの中で浸透してるのでやっぱ味はしっかり出てるんですけどすっきりしてると、うん、独特。これはだから本当にメリタ感ですよね。そして我らがカリタね、うん、日本人心の味っていう感じですよこれ。普通にあの家で肉じゃがとか家庭料理食べた後にこのコーヒー飲みたいっていう感じ。まあ、言ってみればちょっとそっけない感じもあるんですけどね、それは粉を使いすぎてないっていうところが、まあ、そうさせてるのかもしれないですけど、まあ、ちょうどいいっていう感じ。特に味についてごちゃごちゃ言いたいコーヒーではないですよね。さりげなくそばにいてくれるっていう、まあ、そういう良さがあるね。そして輝きを放つクリスタル、ん、香りの出方がここまでの2つと違うね。やっぱりちょっとこう香りの密度が上がる、ここからの特徴なのかもしれないですけど、うん、全然違う。少なくともこの3つはブラインドで絶対分かる。全く違う。少なくと
とも荻原さんだったこれ当たるよね。うんうん、面白い。あー結構真ん中の味がギュッて出てるんですね。面白いバランス。そしてこの式は香りが結構重い。ボディ感がすっごい下の方に集まってるんで、この辺が重心だったクリスタルに対して甲のはやっぱもうちょっと下ですよね。この2種類も全然違うね。うん、程よいの範囲なんですけど個性をちゃんと出しているクリスタル。それに対して甲の式は味を下の方にしっかりとこう地に足ついているバランスというかね、うん、すごいいいですね。そしてハリオ、あもう多分フラワーも予想するに同じグループだと思いますけど、粉量がめちゃくちゃ多いんで、やっぱりなんかその出ている情報量が違いますね。味の持ってる情報量、色の濃さとか鮮明さが違う。うん、あこれだけのたくさんの粉量を使ってるにもかかわらずすっきり感がちゃんと残ってる。これはまあハリオの良さでしょうね、うん、そしてフラワーじゃね、どうでしょうか。お結構酸味が鮮やかにシュッて出てくる。これだけ豆の量が多いので、まあ、この6種類のドリッパーの中で最も多くの豆を測れるスプーンのブランドなので、味が結構重たくて強いかなと思ったんですけど、どちらかというと繊細な酸のニュアンスが出てますね。これは抽出のスピードやなんかも関係してくるかもしれません。うん、全然違う味になったわ。どうしよう、面白すぎちゃうな。なんならこれブラインドで全部当ててってやりたい感じになってきちゃうぐらいの差なので、ういういういお来た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 、やりましょう。今日は道場破りのねゲスト審査員来てますんで、やりましょう、やりましょう、ね、うん、これは当たるでしょう。これ当たると思いますよ。面白かったですね。これだけメジャースプーンっていう切り口から各社コーヒーへの味のこだわり、まあ、世界観の違いですね。こういったところが導き出されるっていうのは、コーヒーの器具はまあドリッパーに注目されることが多いんですけれども、やっぱりそれ以外のアイテム、もちろんこれはメジャースプーンに限らず、例えばペーパーですね。まあ、それからその器具にまつわる様々なアクセサリー類も、それぞれにやっぱり一つの哲学があると。いや、本当にこれだからコーヒーはやめられないなっていうね。コーヒー沼の底が全く見えない感じがね。どん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 皆さんに伝わっていってるんじゃないかと思いますけども、まあ、皆さんもしよろしければご自宅にこういったスプーンがある場合は、一体これが何なのかと、何グラム入るものなのか、以前の動画で全てそちら表にしてまとめておりますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。今後もこういった検証動画、ためになるのかならないのか全くわからない動画がどんどん上がっていくことと思いますので、もしよろしければぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では荻原さん、今日はありがとうございました。さあ、それでは皆さんまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。では。